はい、バロンザーマスです。さあやってまいりました、茨城大ニュータウン。もうこれもね、随分な話数を誇るようになりまして、ね、皆さんちょっと飽きてます？いやいや、これね、もうドキュメンタリーですよね。全部もう一棟丸ごとやってますので、まだまだ続くと思うんですよ。よかったらね、気長にまあ応援っていうか参考にしてくれたら僕としては嬉しいかなということでね、まあ一生懸命動画編集しておるんですけど、今回もね、もうテキパキいきますね。はい、ちょっと思考を変えてですね、もうちゃっちゃ変わっていくパターンですね。はい、こうやってですね、先日ですね、万博になんかショッピングモールあるでしょ。ね、もう、2年ぶりぐらいに行ってみたんですね。で、なんかこう、家具買おうと思って行ってですね、あちこちうろうろ回ってみたんですけども、結構安くね、今いいの売ってるんですね。はい。で、それをね、買ってきてね、それを自慢しようかなっていう動画になるんですけども、あ、エキスポシティ、そう、エキスポシティですよね。僕、映画評論の仕事をしてるので、夜中に映画だけ見るってことあるんですよ。介護の仕事終わってからね。それ以外、まあ、買い物行くことがないので、なんかね、もう、ハラハラドキドキのね、サスペンスでしたよ、本当にね。なんかこんな近代的になってるんやとか、って無印以外にも家具売ってんやみたいな、すごいどんくさいこと考えながらですね、いろいろ見てみるとですね、いや、やっぱりね、楽しいと。はい、こんな感じで、ね、作ってまいりましたよと。雰囲気出てきたでしょ？キッチンの周りですね。まあ、やっぱりね、開口部、通路を広くしたいというのはね、もう線地を測ってですね。あと余ってるのは、こう、壁紙の上から貼れるやつをしっかりやってですね、雰囲気を作っておる次第でございます。はい、続きましてですね、このウッドですね。やっぱりこう、日が当たるのにもうボロボロになっております。整えてですね、養生をして、まあ、塗装すると。同じ木目の色にしていきますので、最終的にはまあ全部塗ってしまってもいいかもしれないんですが、ひとまずこのキッチン周りも、整えていきたいと思います。カラーとしてはチョコレートショックですね。左が私の今の頭の上に見えてるあの色と全く同じのを塗っていくので、これでね、重厚感出るんですよ。で、本来であれば、木が少し傷みすぎてるものについては、サンダーで削るとかね、まあ皆さんで紙やすりとペーパーで削ってやる方がより綺麗にはなるんですけども、綺麗でテッカテカにしたいわけではなくて、色を整えることで、これが輪郭になるんですね。まあ、額縁と一緒ですよ。額縁ってほら、ポスター入れたりとか、習字の字を入れた周りが黒縁とか茶色塗装されてると、クッと上がってくるんですよ、真ん中が。窓もね、こうやって塗ると、ほら、めちゃくちゃ雰囲気上がってきたでしょ？逆にタイルが映えたりもするので、まあ、いろんなね、方法があるんですけども、まあ、こういう形を統一していきたいと思います。次ですね、この配線関係が全部表に出てしまってるんですね、これね。で、しかも、前オーナーも、さすがにめんどくせえと思ったんですよ。ここで壁紙も変えないというね、ものすごい目立つ状態じゃないかと。なので、一部ですね、この石膏ボードを壊してしまって、もう綺麗に切って折ってしまって、配線関係全部後ろ側に束ねしまうことにしました。で、もしインターネットの接続等をするときがあれば、ここを開ければすぐ紐が取れる、線が出ないですね、ごめんなさい。取れるような状況にしてあるので、はい、まあ、そこからね、もう一度アクセスすればできるようにします。で、これ今木を切ってですね、これヒノキなんですけども、ヒノキがね、9ミリって決まってるんですね。はい。まあ、他のマッツとかで12ミリぐらいになるのかな。で、この9ミリは、石膏ボード、ね、石膏ボードの方の、もう9ミリか12ミリじゃないですか。で、これでこの壁に貼られたら9ミリなので、ぴったりサイズが合うと。で、これ細かくですね、切り取ってはですね、穴開けちゃったところに塞いでいくという形ですね。今、トンカチで叩いてます。はい、埋まりました。で、ここを何するのか。はい、パテですね。もう手っ取り早く行きましょう。ね、スピード感持っていきます。こう、パテで今度平面地にしてしまうと、この上から壁紙を貼れば厚みも一緒になるので、綺麗に貼れるということですね。もちろん乾燥に時間がかかりますので、少し置いとかなければいけません。はい、綺麗にね、周りをしっかり埋めました。はい、乾かしてる間に次行きましょう。はい、いよいよね、照明、買ってた照明ですね。はい、まず玄関口でございます。玄関中、こちらの方は電灯がつくようになっておるんですけど、外側はですね、鍵をね、真っ暗圏なんですよ、茨城台って。なんで、鍵穴が見えないというね、オチがあったので、これは電池式ですね。はい、仕事電話もしております。はい、もう再び始めて、こうつけましたよ。これ人感センサー付きですね。しかも夜も反応してくれた。で、ちょうどこれで鍵閉めるところに当たってるよねっていうチェックをしておる次第でございます。はい、これでね、鍵をまっすぐ入れることができると。あとね、前の別荘から持ってきたやつね。こちらの方も取り付けて、あと、ここにあったね、ポスト。どっかつけようかなと思ったんですけど、ポストがね、外側に置いてあったんですよ。屋根のないところに。まあ多分この敷地内入ってほしくなかったんかなと思うんですけども、かなりびっしゃびしゃになってたんですよ、俺。まあ防水用のやつつけるか、まあここに壁にもうこれは打ち込んでも問題にならないだろうと。
はい、そう思ったんですけども、ちょっとね、それするんだったらちゃうのつけようかなということで、ね、一回やめることにいたしました。はい、こちらですね、ここ自体はですね、まあ、応接にしておりますので、喫煙する方もいらっしゃるんで、ね、ここ喫煙所を作ろうと思っているので、こちら側に電灯もつけましたと。さあ、乾いたのこれから壁紙を貼っていきたいと思うんですが、はい、そうですね、壁紙ね、しっかり貼りましょうということでございます。もう結構ね、この1枚だけ貼るまあね、前の小野さんが貼ったここ最後だけ残したのを引き継ぐというね、もう桜田ファミリアでございます。はい、執念ね、取り付けていくと、まあ、面もね、しっかり合ってきておるので、まあ、結構うまいことね、貼っていくということですね。はい、まあ、ここにはね、電線関係は全てね、来ておったので、まあここはやりにくいしやらないっていう選択もありますよね。はい、こんな感じですね、少しずつ上がってきております。コンセントをくくりね、もうくり抜いて少しずつ少しずつ上に合わせていって、しっかりと貼り付けるという形になります。はい、まあ、結構ねこういう小さい方針も楽しいもんですね。はい、私なんかもねワクワクしながらやっておるんですけども、まあこうしてですね、茨城台でね、私もしょっちゅういるようになりました。筋トレ以外でねいるようになりましたから、まあいろんな来客者が来るんですけども、またしてもね、またね来客者が来たりするので、ね、まあ、それもちょっとこれからお伝えしようかなと思っております。また偶然ね、持ってるんですよ、その視聴者さんがね、この今ね、インターホンの、まあ、受話器ですね、こちらの方をね、これから接続するんですけども、それで音声のねチェックで線をつなげてフーフーってやってたんですよ。そしたらこんにちは言って急に声入ってるご本人が、まあ、ピンポン押す、まあ、この奇跡的なね、修理してる時にそのボタンの声聞くって、そんなやついんのと思ってね、ちょっと面白かったんですけども、ちょっとお聞きください。どうぞどうぞ。お風呂いらっしゃい。どうでしたか？そうね、うん、まあ、今日はもう下見っていうか、うん、状況確認だけあったんですけど、どうやった？やっぱりもうちょっと下の配管がもうかなり老朽化で、うんうん、接続部分のネジがもう錆びついてて、うん、もう配管書いた方がいいんちゃうかと。いいんちゃうかと。ちょうど今これやったんですけど、ああそうなんや、そうなんや、うん、まあ、それはしゃあないですね。うん、いい人やったじゃん、長谷川。もうすごいいい人、すごいすごいね、そんなまぐれが、うん、やった、あぜーガキ映しとこう。なんで今やってる最中やねもうこれ、そう思って言うときますけど、うん、これで遊びに来てくれたんですね。そうそうそう、暇か暇ちゃうよお互い帰るんですけど、僕そうそう、いやいいじゃないですか、ガッキーさんはあれでしょ、うん、愛人とこ家帰って飯食うでしょ、何か仕事ないですよいやちょっと今ちょうど今日あれ来たんですよ、向こうのにつける耳ありの方につけるダクトレールが、おうおうおう、でそれ組み立てをったんですね、うん、組み立ったんですか、ちゃんと、うん、まあ、組み立つのは組み立つ、もうちょっとちゃんとやっぱり組み立て式で、うん、要するに長さを自由に変えられますみたいな仕様なんや、うんうん、それで要するに輸送コストが安くて、うんね、値段も手頃みたいな、だからちょっと、うん、もうちょっとマシ締めしたいなと思った、やっぱりちゃんとしたドライバー使った方がいいなと思って、真剣そうそう皆さんいかがでしたか、DIY にも夢中すぎるでしょパーツ一個一個ね買っては楽しんでおられると、まあ、こうしてですね、茨城では活用を改めたことでですね、私自身もこうやって友人ができたりですね、で彼からしてもこうしたいことがいっぱい増えて、それがワクワクしとるということで、毎週土日来てはですね一生懸命やっておる、まあ、こうやってね仕事激務をこなす我々もですね、まあ、こんな時は子供に帰ってですね楽しくやっておると、まあ、これが茨城大ニュータウンの素晴らしいところですね。はい、こうしてですね、桜田ファミリア全オーナーさんが引き継いだ方ですね、今まで壁紙全部剥がしてきておったんですけど、ここだけやれてなかったところはしっかり補修し直すという形をとってですね、まあ、見事にですね綺麗に綺麗にとしていくということですね。まあここはね、まあ応接、まあ、迎賓館にする予定の場所なので、やっぱりある程度はね綺麗じゃないとかっこ悪いじゃないですか、多少はもう破けたりそんなのも全然いいんですけども、はい、まあ、こういう形でですね、色合いを整えてですね、ちょっと苦労するんですが、でやっぱりね本来は剥がした方が楽ですよ、それはね、うん、でもここはまあこれでいこうということでね、はい、整えました。ではい、見てください皆さん、美しくなりましたよ。ここはほぼおおむね応接セットのところはもう完成です、あ、下品がですね完成しましたということでね、はい、綺麗に収まりましたということでございます。はい、遠くから見てみてもですね、はい、もうすべて白で整ってると、あとはドアとかのね縁を同じチョコレートで塗っていくだけとなります。それでは失礼します、バイ。